4月2日のとされる、まあ、内閣府での会合、それから首相官邸での会合についてですね、まあ、内閣府の文書管理規則、文科省の文書管理規則、あるいは農水省の文書管理規則上ですね、何らかの記録が残っていなければならない、そしてその記録は10年保存文書であるというふうに私どもとしては考えます。なぜかならば総理の答弁によればその前年の9月に獣医学部の新設は非常に重要なテーマに、なったんだと、国家戦略特区諮問会議の議論でですね、こうご答弁されたわけですね。で、獣医学部の新設事項というのは告示の改正事項なので、告示の改正事項に関する業者のヒアリングというのは文書管理規則上10年保存文書です。したがって内閣府での会合、さらにはそれを受けて首相官邸での会合に出席した両省から官邸に出向している内閣官房内閣参事官からの報告というのは両省でですね、10年保存文書として保存されていなければならない文書であるというふうに思いますけれども、私の見解が間違っていればご指摘をいただきたいというふうに思います。文書を作成しなくていいのは軽微な案件のみですから、総理がですね、これ総理がのご発言ですから、その前年の9月に獣医学部の新設は政府にとってとても大事な重要なテーマに国家戦略特区諮問会議でなったのだというふうにご答弁されてますから、前年の9月に。で、加計学園が年が明けて1月2月3月と活動を活発化させて、ついに、藤原さんに、多分柳瀬さんの紹介だと思いますが会いに来ると、その前段階で柳瀬さんには会っていると、そういう非常に告示の改正事項ですからね、これ獣医学部の新設は。で、告示の改正事項についての業者のヒアリングは10年保存文書というそれぞれ文書管理規則に出てますよ。それ文書作ってなければ文書管理規則違反で、これ懲戒処分の対象ですから、だから作ってないと、保存されてないと、こう今までおっしゃってらっしゃるのは、私はそれはもう誰かが懲戒処分を受けなければならない事柄になるのではないかというふうに思います。で、役所というのは、そんなことはなくて、ちゃんと作ってんじゃないですかということを改めて聞いてるんですけどね、そもそも文書を作るというのは、文書管理規則上、軽微なもの以外は文書を作成すると、しなければならないと書いてあるのでね、その見解をちょっと聞かせていただきたいんです。まず前年の9月に重要なテーマになったというふうに申し上げておりますのは、平成26年の9月の9日に開きましたトップの諮問会議で、民間有識者の議員の方からその後取り組むべき重要な規制改革事項としていくつかの項目が挙げられ、それを全体として推進するようにという、総理のご指示があることを申し上げたいと思います。で、その時の資料につきましては、当然、会議の資料でございますから、
ホームページにも公開をして保存しておくということでございます。でまたその4月の面会についての文書ということかと思いますが、その当時は新潟からご提案があったことを受けてワーキンググループでの検討は進んでおりましたですけれども、この今治からのご提案ということにつきましてはまだご提案いただく前の段階でございますし、でこれからどういう提案したらいいだろうかというご相談をまだ受けているようなそういう段階でございます。提案されるかどうかもまだ分からないような、そういう段階でございますが、そういう段階でご相談の案件というのは他にもいろいろあるわけでございまして、その段階でのそのやり取りということにつきましては、お会いをした等についてはもう間違いないだろうということでございますけれども、一つ一つそういう自治体の方からのご相談案件についてです、ね、記録を残すということはしておかないということでございます。獣医学部の件って重要なことなんですよね。だから告示の改正事項につながるですね。そして総理のご方針に基づく重要な案件について、軽微なものというのはありえないんですよ。だから文科省から内閣府に出向してきていたですね、例のメールを書いた方がですね、きちんと報告の形で文書を作成して、いるのではないか、あるいは文書を作成していなければならないという指摘なんですけど、作成してないと言い放たれますか。これまでもご要請があって確認いたしてまいりましたけれども、そういう文書は確認をしていただませありません。そしてその4月2日のと言われているその当時の面会、あるいは10月に関する検討ということでございますけれども、規制改革の制度を私どもの議論をさせていただいておりまして、その制度の改革の議論というのは先ほど申し上げましたけれども、すでに新潟の方からのご提案をきっかけとしてすでに議論が進んでおりました。そういう意味で新しく追加で手を挙げられる方がおられるかどうかということは特別その今後の検討にとって左右するような問題ではないと思いますし、またそもそも提案をその出す出さないという段階でのその事前のご相談についてですね、そのどうなるか全く分からない状況のご提案のそのご相談の状況についてですね、しかも一般的にたくさんそういうご相談に応じているようなものについてですね、記録を一つ一つ残さなければいけないものだということではないのではないかと思います。総理の答弁って食い違いじゃないですか。そうなんで官邸であったのかって言ったら重要事項だから官邸であったっていうふうに総理は言ってるんですよ、重要事項だから官邸であったんだと。総理の答弁を否定されるってことですか、塩見さんは。重要だから官邸だったっていうことでは、総理は重要事項として大きな指示を出した、で柳瀬さんもその大きな指示を受けて官邸であった、それは重要事項ではないんですか。前年の9月に民間議員からの提案があり、その民間議員の提案全体を進めるべきというご指示が総理からあったというのは事実でございます。でそのたくさんの中で獣医学部が重要だって答えてるじゃないですか、田村さんの質問に。26項目ですよ、26項目の中に獣医学部で官邸で会うことの重要事項なんでしょ。そうだからなんで26分の1なのになけれど獣医学部は極めて重要だと。ね、だからさんそうおっしゃるんだったらもうじゃあ掛け算重要だったって話になりますよ。そうだよ、獣医学部がそういう26分の1だけど獣医学部は重要だって、だから重要だったから関係であったっていう、それを否定されるんだから掛けが重要だったからになりますよ。26分の1獣医学部が一番重要だというふうに申し上げています。全体が重要なものであってそこに含まれていたというふうに先立ての参考人についても柳瀬部長が述べられていたと。でも少なくとも26分の1って言ったらですが、重要なことであるということは認められるでしょ。もちろんその民間有識者が重点的に取り組むべきというふうにおっしゃられたものでございますから、それを最大限ごまかしてダメだよ、取り組むべきというのは政府としては重要なことだと。話ずらしてダメだよ。だから告示の改正に関わり、そしてまた総理の方針に基づく重要な会合についてですね、これ文書管理規則上業者のヒアリングはもう記録に残せって書いてあるんですよ。10年保存文書なんですよ。
だから文書を作成していなければ文書管理規則違反なんです。そんなことは絶対ないので文書作ってるでしょうということを申し上げています。じゃあきちんと、あの、もう時間だから違う、次回までにペーパーで出してもらおうよ、うん、それはましてや文科省も農水省も一緒なんです。一緒だね。だからそれぞれ出してもらおう。その平成27年の3月4月獣医学部の新設に向けたですね、で作成されている文書についてはですね、探索をした上でですね、あのこのね会合に提出していただきたいんです。だって重要事項なんだ。それに田村さんそれは文書作成せよと、経理がお願いが作成せよと書いてあるんですよ。総理答弁否定してたんだよ。総理答弁否定してたんだから。